相手がここにサイド切ってミスしてくれるってケースがあるので、クロスで相手に無理をさせてストレートを打つ、このパターンはすごく有効だと思います。どうもこんにちは。こんにちは。今日からですね、新チャンネルスタートいたしまして、まだちょっと名前も決まってないぐらいなんですけれども、頑張っていきたいと思います。はい。今日はですね、もう隣にいらっしゃるスペシャルゲストに来ていただいております、ノアの忍者こと白井優斗さんです。どうもお越しいただきましてありがとうございます。はい、実はですね、今日ノアのコーチとしての最後のレッスンを終えられたということで、はい、密着動画も撮らせていただいたんですけども、もうノアは卒業されたので、はい、最後の最後に YouTuber という形で出ていただきたいと思います。はいはい、では今日はですね、ノアの忍者といえばあのフットワークですよね。もうすごいスピードで、動いていかれるあの忍者のようなフットワークを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ノアの忍者こと白井優斗です。今日はフットワークのところについてやっていきたいと思います。今日練習させていただくのは、外側に走ったところの切り返しのところ、フォア、バックと、はい、振り回されたところからいかに持ち直すかというところをやっていきます。はい、お願いします。今、打てるところを見ていただいたんですけど、ポイントが2つあります。はい、1つは、打った後、このちょうど真ん中のラインを意識していただいて、打った後、体重が外側に終えた時に内に、センター寄りに体重が終えるというところ。はい、ここを打ち終わった後に、このままだとここから持ち直してまた次に行かないといけないので、終わった時、ちょっと後ろ足は背負っているだけで、体重は真ん中のまま、こうすると次すぐ戻りやすくなります。はい、で2つ目が、ボールのところまでなるべく大きく入ったところから最後のところで微調整して細かく入ってあげるというところです。で体勢が悪いとやっぱ外で体重を追えないので、最後細かく微調整していいところに入ってあげるので、外切り出して次に戻りやすくなります。なので大きくからちょっと小さくところが、で最後のステップ調整、ここをずっと意識してやってます。今の形をより実践的に持ってくるためには、あえてセンターセオリーっていう手法を使ってあげるのもすごく有効です。サイドに打ってしまうと、ここからだとストレートの角度から昇格のクロスの角度も大きく角度が分かります。ただ相手をわざと真ん中のところで打たすことができると、打てる幅がすごく狭くてあんま角度がつけられないところなので、ここだと相手に振られた時も真ん中に返しておけば次のボールに対して角度がつけられにくいので、自分のリカバリーのところもすごくやりやすくなります。はい、その点意識したいなと思います。
ちょっと真ん中にあえて集めてあげることによって自分が振られないってこの手法も相手を無理させれるので有効だと思います。はい、センターセオリーについてちょっとボードがありますのでこちらで説明させていただきます。あえてでも前球線真ん中のところこのエリアに集めてあげるというのはすごく有効なところで、逆に例えばここからクロスに打って相手がここからボール打つとストレートのところと、まあ、ショートクロス結構この面積が、はい、大きいのでストレートダウンザラインも角度つけられるところも追い出されるのですごく自分自身は苦しくなります。逆にセンターセオリーを使うと相手はここからボールを打つので、まあ、打てる角度っていうのはこの範囲なんでバウンド後走らされるコースがやっぱ少ない、振られるところがすごく少なくなりますので、あえてセンターに打ってあげると相手が外に打って厳しいところを打とうとしてミスするってここはすごく有効なケースになると思います。はい、よろしいですか。はい、今度は逆に全球クロスという手法もあります。私もセンターのところ全部センターとあと全球クロスはよく使わせていただいてるんですけど、全球クロスというところはまずあのシングルスになる中でやっぱ相手の対角線を取らないと、対角線を取ってあげるというのはすごく大切なところですね。でクロスにずっと返球してあげると立ち位置っていうのはあんまり動かなくていいんですよ。この幅だけ、この幅だけであんまり動かなくていいんですけど、自分がストレート打った途端に相手がここに来るとこの対角線になりますので自分が一気に横に動かないといけないです。で自分自身の体力も削られるので相手にストレートを打たせるために自分は全部クロスに打ってあげる、はい、と自分自身も走るコース少なくなりますし、あとやっぱりストレートにダウンザラインでここからストレートに打つっていう技術は難しいので相手が無理してここに打ってくれるっていうケースも、はい、多いです。はい、全球クロス全てのボールを、まあ、こっちのフォアサイドに来た球は全部クロスに返してあげるっていう手法を自分自身がこっちが自分だとしてこっちがずっと使い続けると相手はしびれを切らして結構ストレートに流してくれます。でただストレートにクロスから来たボールをストレートに流すっていうのはすごくリスクがあるのでよくこのサイドミス相手がしてくれるんです、はい、なので相手にミスを誘うために全部クロスに自分を運んでおいて相手がストレートで、もし相手から入ってもまたクロス返してあげて今度バックのクロスサイドにしたり、ただ幸いにもここは難易度が高いので相手がここにサイドを切ってミスしてくれるってケースがあるのでクロスで相手に無理をさせてストレートを打つ、このパターンはすごく有効だと思います。じゃあ先に自分がしびれを切らして、はい、下手にあのストレートに打ってしまわないっていう、はい、我慢も必要ですね。そうですね、はい、自分の我慢のテニスになるので、はい、自分から行くっていうよりかは大切な時はやっぱり行った方がいいんですけど、自分が調子悪い時だったりまずベースを作っていかなきゃいけないという時にこれをやってあげるとやることがすごく明確になります。では今日は忍者ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ノアの忍者こと、白井コーチに、出演していただきました。テニスコーチとしての最後のお仕事というか最後のレッスンをこの YouTube に、していただけたというのは非常に嬉しいなと思うんですけれども、はい、これから、次の進路といいますか4月からはどうされるんですか。はい、はい、4月からは、地元であった香川県の高松市の消防士になります。テニスコーチを引退されて、はい、実業団選手も引退されて、はい、もう一つの夢であった、はい、消防士になられるということで、はいはいはい、ぜひあのドキュメンタリーの方も撮っておりますので、白井さんのですね、最後のレッスンの動画の方も作っておりますのでそちらの方もご覧いただきたいなと思います。
では、これからもぜひあのテニスの続けていかれると思いますので、はいはいはい、今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。